ATR410 はフィアット社が開発した試験用機動車である。イタリア各地の非電化路線の高速化に向けて開発されたが実用化には至らなかった。イオニア鉄道やサルデーニャ島の路線など、イタリア国鉄の標準機非電化路線の高速化を目的にフィアット社の鉄道部門が開発した電気式機動車。二両編成の車体は当時フィアットが製造していた。 車体傾斜式高速電車、ペンドリーノのうち1トル480に類似した外見でディーゼルエンジンによって動作した参照、交流発電機からイグブとコンバータを介して供給された電力によって各車両の永久磁石同期電動機を駆動する仕組みであった。ペンドリーノ同様の車体傾斜式で最高速度は時速160キロメートルだった。なお、 この車両の導入計画に伴い、それまで計画されていたサルデーニャ島のイタリア国鉄所有路線の電化は中止された。1997年からサルデーニャ島などイタリア国鉄各地の路線で試験運転を実施したものの永久磁石同期電動機の冷却に関し重大な問題が判明した。この問題や導入を検討していた各地の路線からキャンセルを受け、 さらにフィアット社の鉄道車両部門がアルストムに売却されたことも要因となり開発は中止となった。それまでに投資された金額は1000万ユーロに及んだ。2017年現在車両はピエモンテ鉄道博物館で生体保存されている。ありがとうございます。